はい、コツの締め部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にありますけれども、こちら何かわかりますかね。はい、こちらセイントセイヤからゴールドセイントのジェミニサガ、はい、こちらのねガレージキットです。はい、これを今回は開封してご紹介していこうと思います。とりあえずね、これがどんなものかっていうのなんですけれども、外箱の状態をまずはね見てもらいましょう。はい、とりあえず箱を見てもらいましたがね、まあ、本当ねクロスボックスを再現したような外箱ですよね。うん、なんですけれども海外のメーカーが作ったものですね。はい、では早速ね中身の方見ていこうと思います。はい、開封しました。はい、まあスポンジですね。中身はまああのね、私がねご紹介しているガレージキットはねめっちゃでかいやつだったんですけれども、今回めっちゃちっちゃいです。はい、しかも軽い。どんなフィギュアかっていうのをね、まず最初にカードが入ってましたんでね、それを見ればわかると思います。こちらですね。はい、そうです、あの SD サイズです。はい、まあディフォルメした、ディフォルメした状態のサガ、これが何気にね出来が良さそうだったんでね、購入しました。はい、で裏は G5 スタジオ、はい、これがメーカー名ですね。では早速ねスポンジの上蓋があるんでこれを外します。はい、でこれじゃあ見えないんでね、ちょっと立てます。立てるとねこんな感じで入ってますね。じゃあとりあえずねパーツ一つずつ見ていきましょう。まずは台座ですね。はい、こちら、いやガレージキットだけあってねかなり精巧に作られてますね。まあサンクチュアリのね感じをね、うまく再現している台座ですね。ジオラマですねほぼね。これは階段ですね。でここがクリアパーツのエフェクトですね。かなり綺麗になってます。はい、で裏はこんな感じ。あとは他のエフェクトパーツですね。でエフェクトパーツの最後のでかい、はい、こちらが星々の砕ける様ですね。はい、すごい岩が砕け散ってる感じ。はい、次が、はい、こちら、はい、クロスボックスですね。ちっちゃいですがねよく再現されてますね。はい、ジェミニのクロスボックス。はい、でこちら、はい、出ました、ジェミニサガ、ジェミニのクロス特有のバケツヘルメット。はい、サガはめったに被らないっていうね。はい、これもよく再現されてますよ。いいですね。あ、このサイズセイントクロスマイスにもなんか合いそうな感じのサイズですね。はい、で来ました、肝心のサガ本体、こちら。はい、いやいいですねサガ。いやこれ腕折れてんのかと思った、腕折れてんのかと思いましたが腕は別でありましたね。はい、これを取り付けると、取り付けちゃいましょう。はい、こんな感じですね。はい、いやこれよくできてるわ。まあサイズ的にはねワーコレより一回りぐらい大きいのかな、二回りぐらい大きいか。はい、そんぐらいのねサイズですね。
小さいです。でもね、いや、よくできてるな。ディフォルメしたサガをうまくね表現してます。かっこいい。まあ、目とかもねちゃんと探してますね、いい感じ。いや、これいいな。髪の毛もね一本一本丁寧に作られててね、一応グラデーションになってますね。いや、塗装も綺麗ですね。裏はね、マントの裏はね、なんかこういうザラザラした質感、これはあえての表現なんでしょうね。いや、これはマジでいいな。はい、で最後にガム、はい、ガムですね。食玩なんで、食玩じゃないよ、これガムじゃないね。これいつもね、たまに入ってるんですよね、ガレージキットにね。これ確か固定する用の、多分ね、なんかこう粘着質のやつかな、粘土みたいなやつ、そういえばわかるか、まあでもこれは使わないです。はい、ということなんでね、では早速すべて組み立てちゃいたいと思います。はい、できました。いやー、これは小さいのにめっちゃいいですね、いや、小さいがゆえにもうどこにでも飾れるし、これは素晴らしいですね、まあ構図はね、もうギャラクシアンエクスプロージョンを放っているところですね。はい、でね、これを組み立てるにあたって説明書がついてなかったんで、ちょっとあの商品画像を見ながら配置しました。はい、まあ、特にね、このヘルメットはね、置いてるだけです。大体このぐらいの位置に置いてあったんでね、はい、あとはやっぱガレージキットなんでね、まあちょっとね、ああいうエフェクトパーツとかね、先端が尖ってたりするんで、結構気遣いながらじゃないと降りちゃいそう、めちゃくちゃ気遣いましたね。でクロスボックスに関しては置き場所がねないんでね、多分これはオプションっていうか、どこにでも好きなところに置いてくださいっていう感じでしょうね、いやーマジこれはいい。小さいのによくできている。いや、これはね、なんつんだろうな、ほんと国内でこういうのを販売してほしいよね、こういうのでいいんですよ、サイズ的にも、ちょうどいいし。でね、一応ね、大きさ分かりやすいものをね隣に並べようと思います。はい、それがねこちらですね。はい、バン、はい、こちらは分かる人はすぐに分かると思いますが、魂ネーションボックスのサガです。はい、こちらを隣に並べます。はい、そうするとね、魂ネーションボックスのサガの方がでかいですね。まあそんぐらいコンパクトなサイズです、こちらのねサガは。まあこうやるとね、大きさは分かりやすいんじゃないですかね。まあ持ってる人に限られますけれどもね。はい、まあ、大体ね、11-12センチぐらいだったと思います、高さが、エフェクト含めてね。ということなんでね、まあこれは海外でしか販売されてないものなのでね、はい、ということでね、今回はまたまた珍しい海外のフィギュア、はい、こちらをご紹介させていただきました。最後はね、綺麗な背景にして回転してね、まあ、アップにしたりしながら見ていただきたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。